皆さんこんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、恒例になりました、Facebook の個人の投稿、3月分ですね、2017年3月分のいいね数ランキングを見ていきたいと思います。では早速ですが、ランキングの方に行きたいと思います。こちらからご覧ください。はい、今回第1位になりました、123いいねなんですが、まあ、いいねされやすいコンテンツということで、まあ、以前よくですね、いわゆる 3B って言われる、まあ、ビューティー、ビースト、ベイビーですね、ペット、動物、そして、美しいものですね、美人とかイケメンとかですね、まあ、景色とか、こういうもの、そして、赤ちゃんですね、ベイビー、赤ちゃんというようなものがあって、それ以外に、まあ、今言いましたけど、まあ、いわゆる自然のもの、絶景も、あの景色もそうだし、まあ、あの夕日の写真もそうだし、お花の写真もそうだし、みたいなもの。そして、あとあれですね、自分が、何かをやって頑張ったでしょう、みたいなものとか、こういうものがね、いいねされるんだよっていうことについて、話しました。まあ、一番いいねされるのは食べ物なんですけど、まあ、その中で、まあ、6番目にあるとしたら、名言っていうのがあるんですね。で、この、人が言っている、まあ、相田光雄じゃないんですけど、まあ、そういうような言葉っていうものに関して、やっぱり Facebook とかでもいっぱい流れてくるんですけど、やっぱりいいねされやすいコンテンツなんですよね。で、たまたま今回は、これ飲みに行った時にですね、飲みに行ったとこの、トイレの中に貼ってあったものなんですが、酒のせいにするなと。酒がお前をダメにするのではないと。もともとダメなお前を酒が暴くだけなんだっていうですね。まあこれどこかで書かれた言葉をなんか引用して書いたようなんですけど、まあ非常にこれが共感しまして、123いいねということで3月第1になりました。ちなみに、まあ余談なんですけど、まあメールマガジンとか、まあ LINE アットとかで何か情報を発信していくときに、例えばメルマガが解除されるとかですね。あとは LINE がブロックされるっていうことが皆さん悩みだと思うんですね。売り込みたいんだけど解除されると。その解決方法の一つになるのが、必ず一つのメールマガジンとか LINE アットのメッセージの最後に名言を入れるっていうのがあるんですね。例えば一郎の言葉みたいなとかね。ナポレオンがこう言いましたみたいなのを入れとくと、結局人々はこの名言っていうものに関してですね、やっぱりコンテンツとして評価するんですよね。なので、それがあるから、その売り込みのメッセージがあったとしても、しょうがなしに読むみたいなのはあるそうです。まあ、テクニックとして知っておくといいかなと思います。なので、このようなことをね、例えばこういうような酒のせいにするなってのがあったら、こういうものとかを、いろんな SNS から流れてくる情報を集めておいて、そしてそれを必ず最後につけていくと、いいねされやすいし、ブロックされにくくなるので、ぜひやってみるといいかなと思います。はい、二つ目ですね、こちら第2位です。102いいねということで、伊藤翔さん。これは富山県にありますお店なんですけど、まあ、鍋焼きうどん、鍋焼き、もつ煮うどんか、がおすすめのお店なんですけど、まあ、とにかくここは、実際にですね、まあ、これ再生してみるとわかるんですけど、こんな感じになるわけですね。で、とにかく、この湯気がもうもうとしてるですね、のを伝えたいということで、まあ、これライブ配信したんですけど、まあ、こういうものってどうやったら表現伝えられるかっていうふうに考えて、まあ、やったものなんですが、842回も再生されまして、102人になりました。ありがとうございました。はい、第3位ですね、こちら。これは私すごい気に入っているもので、97いいねですが、マジックスパイラルってのがあります。これちょっとお見せしますね。これ、ここからですね、くるくるくるって回るんですけど、こういうものなんですが、すごい綺麗ですよね。で、このいろんな角度があるので、それがキラキラ光ってですね、そしてなんかこの真ん中に映ってるダイヤみたいなやつが線が宙に浮いてるように見えるという非常に美しいものなんですけど、これを思わず衝動買いしてしまったんですが、これを撮影するんですね。あの真っ暗なこう部屋を作ってですね、撮影したんですけど、まあ、こういうものも背景がこういうふうに、ね、真っ黒じゃなかったらね、こんな綺麗に映らないんですよね。
このようなことも、どうやったら自分たちの伝えたいものが表現できるかっていうことは、自分たちの商品サービスだけではなくて、それ以外のものの中でも常に考えておくと、表現力っていうのは鍛えられるんですね。なので、ぜひこういうね、こと、同じものを伝えようと思ったとしても、その表現の仕方によって伝わり方が全然違うんだっていうことを、日頃から意識しておくっていうことが、これからビジュアル時代に大事だと思います。私が最先端のビジュアルマーケティングっていう教材を今売っていますけど、そのポイントになっているところはこういう考え方ですね。ぜひ皆さんも意識して投稿してみるといいと思います。はい、続いてこちらです。これもそうですよね。これ黒板です。これうちの子供のですね、卒業式の日に、担任の先生が書いてくれたもので、いろんなね、子供たちが主人公になって描かれてるんですけど、やっぱこれって、普通にただ、写真をですね、切り貼りしてですね、貼っておいても、やっぱり大したことないんだけど、やっぱりこういうふうに、本物じゃないからこそ、リアリティがあったりする。まあ逆に、不完全な状態を与えるからこそ、それを補おうとするから、似てるみたいなね、もしくは、大げさに表現することによって、その部分を強調して伝えたりすることができるというものなんですよね。このようなことも、まあ、表現方法としてあるということですね。必ずしも写真がいいわけでもないし、動画がいいわけでもないということも、面白いかなと思います。はい、続いてこちらです。86位ね、卒業式です。これ子供の卒業式がありますって時に投稿したものなんですが、本当は卒業式の風景とか、第何回、何々小学校卒業式みたいなのを皆さんよく投稿してるんですけど、まあ僕はあまりそういうですね、なんていうんですかね、個人情報のあるものを出したくないので、考えたのは、これ全然関係ない、LINE のですね、あるキャンペーンがあった時の写真に、まあ卒業おめでとうっていう言葉を足して、ちょうど桜なので、いい感じになってるんじゃないかなと思うんですけど、これもそうなんですよね。ただ、文章で卒業おめでとうって書いてしまうよりは、卒業おめでとうをもっとイメージングできるようなものってどうすればいいかって考えたときに、じゃあこれと組み合わせて、この写真を投稿すればいいかなと思ったとしても、その写真の上に卒業おめでとうっていう文字が書いてあった方がより伝わるわけですね。まあ、このようなことを考えて投稿しましょうねということです。はい、続いてこちらです。86いいね、黒部ダムカレー。はい、ダムカレーっていうですね、まあ商品がありますが、これを食べた時のものなんですけど、まあこれも、まあ実は考えたことがあって、これダムカレーが2個並んでるんですよね。で、これ普通であれば、1つ自分の食べてるダムカレーで写真撮るんだけど、こういう風にずらして斜めにしたらどうなるかっていう風に考える。これも表現方法なんですよね。だから、1個あるよりもこうなってた方が、なんかダムが2個あるみたいな感じがありますよね。まあ、このような、ことを考えるかどうかということですね。大事です。はい、続いてこちら。パリ丼。これは、福井県に行った時のヨーロッパ県というお店で出ている料理なんですけど、まあ、このメンチカツ丼がすごい美味しくてですね、ハマっちゃいましたが、これやっぱ iPhone 7 Plus で撮るとこういうポートレート機能ですね、ぼかした写真が撮れるんですけど、いい感じで撮れたんじゃないかなと思います。はい、続いてこちら、これもそうですね、iPhone 7 Plus を撮って撮ったものなんですけど、長野県長野市にありますラーメン天聖さんで食べたラーメンの写真なんですが、これも前にもよく話をしてるんですけど、料理を頼むときは、このインスタグラム映え、いわゆる写真映えするようなメニューを考えて選ぶので、自分が食べたいものを食べてるんではないんですね。だからそういうふうに考えると、まあ逆に言えばメニューとしてインスタ映えするようなメニューを用意しておかないと頼まない人がいるよとも言えるわけですね。はい、続いてこちらです。はい、これですね、ここに段ボールを持って写ってる写真があるんですが、実は、まあ、あるお菓子をですね、3万個とかですね。例えば、持って納品してますっていうことをこの Facebook で書いてるものなんですけど、でその段ボールを持っていないと、3万あるんだよっていうことをね、納品するんだよっていうことを伝えられないじゃないですか。こんなちっちゃいね、袋だけだったら3万入ってるわけないわけですよね。3万は入らないですよね。で、これたまたま車の中に段ボールが積んであって、これこたついたの段ボールなんで、薄っぺらい段ボールの
箱なんですけど、でも奥行きはこのように写真撮るとわからないですよね。で、なんとなくすごい、これ正方形みたいな大きい段ボールっていうことを想像するじゃないですか。そうすると、3万入ってる箱なんだっていうことをイメージしやすくなりますよね。しかもこれよく見てもらうとわかるんですけど、ここ段ボールの蓋の部分をあえて立ててるじゃないですか。本当はこれ箱だから折ってるわけですよね。でもこのように立てることによって、大きい段ボール風に見えるじゃないですか。これも表現方法なんですね。どうやったら大きく見えるかっていうふうに考えてるんですね。参考にしてみてください。はい、そしてこちら、忍者ハットリくんです。これ、富山市で走っている氷見で走っている電車なんですけど、それを動画で撮ったものですね。はい、そして半額グルメ。これ最近僕よくですね、写真もあげますが、もう半額っていう風にですね、全部半額になっているようにこう並べると、やっぱり、半額グルメね、今回の戦利品ですってあげるとですね、まあいいねたくさんいただいたんですが、これ半額じゃないものも買ってるわけですよ。それを入れちゃったら面白くないじゃないですか。ということですよね。はい、そしてこちら、つくし取りということで、写真が上がっていますが、これつくしを取ってるっていう風なですね、感じを出したいときに、実際取って手に持ってる写真の方がいいかなと思って、つくしを写ってるよりは、この方が伝わるかなと思って、こういう写真を撮ってみました。はい、そしてこちら。これも同じです。5歳の誕生日おめでとうって書いてるんですが、誕生日おめでとうと、このスタバのね、このプリンは全然関係ないわけですよ。関係ないんだけど、これ、スタバのプリンが素敵なデザインになっていて、そしてこれと合わせて撮ると、やっぱりビジュアル的に伝わりやすくなりますよね。まあ、こういうことをね、考えましょうとですね。で、それをパッケージデザインしたのがこれですよね。これ、ただ、豆が入っている入れ物なんだけど、ただのビニールの、入れ物をするのか、そこに顔を描くのかだけで、全然付加価値が違うでしょっていうことですよね。こういうことを考えていくと、ビジュアル表現っていうのは豊かになってくると思います。はい、続いてこちらです。これいつものやつですね。セミナー前の写真です。そして、焼き鳥の写真などがあります。これも大事なのは、焼き鳥の背景にビールが写ってるってことが大事ですよね。この二つがセットになってないと、やっぱり焼き鳥の美味しさって伝わらなかったりしますよね。で、このような、でもビールは、はっきり映らないみたいな。でもビールってわかるでしょうみたいな。このような、構図ですね。考え方を持っていくと、写真がいろいろできていくと思います。はい、続いてこちらです。これ、鶴ヶ商工会議所で撮ったものなんですけど、これ雪をですね、撮ろうと思ったときに、これ、あえてですね、これ、スロー動画にすると、すごいね、伝わるんですよね。という、あえてですね、これ、スローにしてみたんですけど、こんなことも表現方法としてあると思います。はい、あとは、誕生日ケーキの写真ですね。本当はここに名前書いてるんですけど、ここのとこにハートをちょっとはめてみたんですが、このようなするのも面白いと思いますね。はい、あとは、海鮮丼とかですね、あります。で、最後ですね。これ、We Are X っていう X の映画を見てきたんですけど、やっぱり X といえば X ジャンプなので、最初はただの自撮り写真を撮っていたんですけど、やっぱり X ジャンプで撮らないとダメでしょって友達に言われて、僕が撮り直したものなんですね。これも同じですよね。だから、ただ写真を撮るんではなくて、ポスターを撮るんだけじゃなくて、自分が入った方が実際映画見に行ったってことが伝わるし、映画見たことを伝えるんだったら、X ジャンプした方がより伝わりますよね。このようなことを日々、仕事じゃないとこで考えておくと、自分たちの表現力っていうのを鍛えられてきますので、まあね、そしていいねもらえたりすると、またそれがモチベーションとして保てますから、このようなことをしていくと、自分たちの商売の方にも生きてくると思います。はい。ということで、3月に Facebook に投稿したものの、いいねが多かったものを見てきましたが、これ単純にいいね数ランキングで見ると、まあ、それまでですけど、結構ね、ヒントがたくさん今日もあったんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんも投稿の時に、いろいろと試していただければと思います。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。